はい、皆さんこんにちは。今日は富士フイルムのインスタントカメラの新機種ですね、インスタックスミニリプレイというものですが、6月末に新発売されたばかりですね。で、こちらの特徴はこの写真に音を添付できるってねところと、あとはスマホ内の写真をこちらのカメラを使って印刷できるというねことでね、まあそのあたりどんな使い心地でしょうか、チェックしたいと思います。はい、それではこちら箱の方をね開けていきたいと思います。2倍速でいっちゃいますが、ストラップと、あとはこちらが充電用のケーブル、そして紙類が入っていて、その下にね本体というね形になるでしょうかね。で、私が購入したのはスノーホワイトという色ですが、他に2色ねあるという感じで、まあ、女性を意識した色なんかもあるようですね。で、こちら紙類はアプリのねQR と取説と保証書と、まあ、ざっとそんな感じになるでしょうかね。で、ここがねストラップホールですね。で、こちら本体は前面側に自撮り用のミラーがあって、フラッシュ、そしてシャッターと録音ボタンですね。で、あとはここが排出口で、で、あとはねこっちがショートカットが3つ、電源ボタン、マイク、スピーカー、そしてマイクロ SD のスロットという風になります。で、ディスプレイがこのようにねボタンが4つほどあるというね形になります。で、何はともあれ充電しないと使えないんですが、だいたい 2,3 時間でフル充電できるというふうに説明書にはね書いていましたね。で、充電中はこのランプが光るということのようですね。はい、それではねアプリの方を入れたいと思います。で、アプリ入れないとフル機能がね使えないってことなんで、添付されていた QR コードを読み込んで、で、ウェブページに飛ぶと、で、もちろんですが、こちら iOS のほかですね、Android の方でも使えるということで、リンクが貼ってあるというね感じですね。で、ポンと押すと App Store に飛ばされます。で、入手を押してダウンロード、インストールというね感じになるでしょうかね。で、これ、開くをね押してみます。で、そうすると、まあ、通知の許可とか、そのあたりを経てですね。で、その先は利用規約の同意ですね。で、同意して利用するを押すと、で、その先は Bluetooth 接続設定なんていうのがあるんでね。で、こちらカメラに接続するのにカメラの電源を入れます。はい。で、そうするとね、最初は日時とかね、言語なんかの設定があって、で、それが終わるとペアリングのモードに入るので、OK というのを、ね、押せばペアリングが開始するみたいですね。で、OK 押しました。で、そうするとこのアプリの方にこの接続っていうのを、ね、押すと、ね、出てくるんですけども、これはなんかねちょっとよくわかんないコーションでしたけど、で、候補がね出てくるので接続ボタンを押せばいいというね感じですけども、ここですね。はい。で、ペアリングと押すと、で、これでもうね、ペアリングが完了したというね、ところで、で、これでね、フル機能が使えるようになりますよね。で、使い方なんかはね、アプリには結構詳しく載っているので、まあ、これを読むとね、大体使えるようになるのかなというね、まあ、そんな割と親切なアプリだったようですね。で、その他の準備というと、スロットにマイクロ SD をね、入れます。まあ、ここ、パカッと蓋を取って、それでマイクロ SD をね入れるような形になっています。はい。で、あとはこれフィルムですよね、このインスタックスミニ用のやつ、これ10枚入りってやつをこのようにねここに入れるわけですね。で、黄色いマークを合わせて、で、蓋をすればいいというね感じですけども、で、蓋を閉めますと、その先ですね、まあ、初回だけですが、ガーッとね音とともにこのように蓋が出てくるんですよね。で、これでね晴れて写真が撮れるようになったというね感じでしょうかね。で、こちら裏側のボタンですが、この十文字キー上を押すとフレームの切り替えができます。このようにね、何種類かね入っているということで、まあ、楽しい写真になるというねところでしょうか。で、あとはこの下を押すとフィルターが変えられるんですね。だからフィッシュアイとかポスターとかね、いろいろありますけども、なしにも設定ができます。左側はセルフタイマー、
そして右側はフラッシュの切り替えですね。発光禁止にもすることができます。はい、それでは撮ってみて音もねつけてみたりしましょうかね。被写体はうちの猫ですけども何枚かね撮りました。そして後からね音をつけてみたんですが、このようにね再生ボタンから特定の写真を表示して、でこの録音ボタンをね長押しするんですよね。でそうすると録音マークが出るんで入れてみます。結婚おめでとう。まあこのように結婚式のね二次会なんかでよくチェキって出てくると思うんで、まあ、それを想定します。でこれ、ね、タッチパネルじゃないですからね。でこれで再生おめでとうっていう感じでね、この写真に音がねつけられるわけですよね。でプリントボタンを押すと音付きか通常かが選べますんで、音付きプリントを選びます。で QR のね位置がね変えられるんですね。今右下にありますけども、この十字ボタンを押すと上とかね、左下とかできますんで、今ねプリントをしてみました。この演出がなんか意外にいいですね。でこれ白いのがね出てきていますけども、まあ、インスタントカメラ特有のこの出てきた時は白いっていうね感じで、少しね時間を経つと色が出てきますね。でこれね何が起きたかと思ったら、なんとアップロードをねするんですね、音付きプリントは。でこれねアップロードがね完了すると、この要するにサーバーにね保存してくれるんですよね。でこうやって出来上がった写真を QR で読み込むとウェブページに飛ぶんですけども、でこれでね表示されるのがこのように QR のない写真と音のデータがね出てくるんですよね。でまあ、このようにね、1年間保存してくれるそうです。でちなみに QR は色を変えることができるので、まあ、自分のデザインに合わせて変えるという、ね、感じになります。で音をつけながら撮ることもできます。その場合は撮影モードでこの前面の録音ボタンを長押しするんですが、それでね前後5秒撮るんです。おめでとうございます。でシャッターを押してさらにイエーイでね、まあこれ前後に分けてメッセージを入れましたけども、それを再生するとどうなるのかというと、これね音出してみます。ただねちょっとシャッター音とかも入っちゃうんでね、後からのがね確実ですね。で iPhone の写真をプリントしてみました。でこちらはダイレクトプリントモードというんですけど、このね画像選択っていうのを押して自分のカメラロールからですね、まあ、こうやって印刷したい写真を選ぶわけですけども、まあ、こんな感じですよね。でプリントボタンを押すと出てくるという感じなんですけども、1行目もね多少の調整は効きます。で今ねプリントをするともう Bluetooth で通信をして、こちらのインスタックスがプリンターになるわけですね。でこのように出てきました。ウィーンという、ね、音とともに、でまあこのぐらいの時間で出てくるというね感じですけども、でこれでプリント完了で、またねしばらく白から色が出るのを待ってですね、で確認するとこんな感じですね。まあちょっとねこれ一眼で撮った写真ですが、まあ、少しぼやっとはするんですけど、まあ、手軽にね写真が出せるという楽しさがあるでしょうかね。でお次リモートシューティングモードですね。これはインスタックスミニと、この iPhone をね離れた場所で置いて撮影ができるということで、まあ、Bluetooth 圏内であれば距離があっても撮れるんじゃないかと思います。でこれモードをオンにするとこのようにね撮れるわけですね。まあこれ集合写真なんかの時にねいいのかもわからないですよね。うん、こんな感じで撮れますね。でマイクロ SD に入っているデータはどんなふうになってるんでしょうか。マイクロ SD を出して Mac の方で確かめてみました。でこのようにですね JPEG 保存、そして音声については Web ファイルになってるんで全部ね保存されてるんですよね。だからこの音声データが1年保存期限があるんでね、まあ誰かにプレゼントする場合はデータも渡した方がいいかもわかんないですね。まあまあ綺麗な映像が撮れますかね。まあこんな感じでインスタントカメラ風の
写真が撮れるというね形になるでしょうか。データ保存できるのはまあ結構ねいいんじゃないでしょうか。でかつてのチェキで私がよくやっていたのは、このようにね靴をしまって保存するときに、こうやって蓋を閉めちゃうとね中身ってなんだか分かんなくなるじゃないですか。でそういう時にこのようにインスタックスミニで撮っておいて、この焼いたものをですねペタッとね外側に貼っておくと中身が分かるということでね、これはね夫婦でねやってますね。はい、それであとはダイレクトプリントをね何枚かやってみました。 iPhone で撮ったものを主体にダイレクトプリントしてみましたけども、残念ながらね iPhone に入っている写真のデータについては音声をね後からつけるってことはできないようですね。そのまま印刷するっていうね感じになりますが、まあでもね手軽に写真として出せるのはね結構ね楽しいですよね。これやっぱりね紙焼きとなんかデジタルデータってねちょっとね趣が違うっていうねのはありますよね。でこちら何枚か撮ったものですけども、左の4枚がダイレクトプリント、iPhone 内にあった写真をプリントしたものですね。4枚ほど出してみましたけども、で、まあ、この左の2つについてはですね、これはそれぞれ、右側が一眼で撮って iPhone に保存してあったもの、左が iPhone で撮って白黒に加工したものですね。でこれは iPhone で撮った風景写真ですけども、でこれ2枚ね焼いてみましたけど、まあ、独特のインスタントカメラ風の、ね、味わいで出てきますね。でこちらは QR コードの音声付きの写真ですね。インスタックスミニで撮ったもの2枚という感じでフレームをつけたりもしてみました。まあこんな感じでね結構ね、楽しめる写真が焼けるというねことでですね。まあただねこれまだね今1万7000円ぐらいなんで、まあちょっとお高めかなっていうふうにはね思いますよね。まあ同等品大体そのぐらいみたいですけど、だもしかしたらね、お急ぎじゃない方はね、少し待ったらね、1万5000円切ってきたりする可能性はあるかもしれないですね。ということで今日はインスタックスミニリプレイをご紹介しました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。